朝日屋総太役の飯島ひろきです。よろしくお願いします。自身で2年ぶりの舞台になるので、シンプルに最近やってなかったなって言って、また挑戦したいなとは思っていたので、そういった面で今回本当にタイミングが重なって、入ることが、やれることができたので、すごく、本番まで、どう準備しようかなとか、まあ、原作があるので、どう自分でアレンジして、まあ、舞台にしかできないこと、まあ、生ものですから、なんかその自分だと持っているものを生かしつつ、稽古していくのが今、日々稽古中なんですけど、それを出すのが、ぜひ見てもらうのが楽しみで仕方ありません。売れてない芸人です。で、まあ、ざっくりとそうなんですけど、で、元相方がいまして、で、その相方から急にそのラジオのお話を、急に何も知らず聞かされて、みたいな、まあ、芸人なのにっていう、そういうてんやわんやして、どんどん、朝日屋総太の持っている、武器を活かして、話が、乱れたり発展していったりと、かなり見応えのある、だから緩急の激しい作品になっています。作品のこと言っちゃったそういうやつです、朝日屋総太は。はい、特に考えすぎず僕は朝日屋総太を演じたいなって、それは考えすぎると抜けているところとか、まあ、あとちょっと頭がいいなって思っちゃうなって脚本読んで僕思ったので、まあ、自分はそういうところを気にして気にしないようにこれからも日々作っていこうかなと思っているんですけど、まあ、あと全体の稽古として皆さんとどんどんいろいろやっていって最高の作品にしますので、ぜひ皆さん楽しみに、してもらえたらなと思っております。1月27日から、公演です、上演ですので、ぜひお楽しみください。飯島でした。